皆様こんにちは、ボンバーモーゼ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。まだ肺炎が治ってはいないんですけれども、あまり大きく息をすることはできないんですけれども、一日の中で少し楽な時間がありますときに動画をちょっとずつ撮っています。はい、今日はリクエストリーディング、ひみこは実在したのか否か、ワクワクするはい、ちょっと聖地の煙が今肺に苦しいので、この筒で浄化をしていきたいと思います。はい、じゃあ見てみましょう。ねえ、ひみこ、ひみこ、ひみこ。はい、ひみこが実在したのかどうか。今日は、ルノルマンカードを2枚ずつ重ねているダブルルノルマンです。行きましょうか。さあ、どんなカードが出るんでしょうか。ひみこがいたのかどうなのか。まず過去は庭現在がね、顔を毛、まあこれとりあえず未来っていうところなんですけれども、未来のところにハート、まあ、アドバイス、怒り。こちらが卑弥呼側、まあ、こちらが周りの環境です。卑弥呼側、お月が出た。女性。はい、そして、周りの環境が、フォックス。ね、いたかどうか。船。はい、じゃあ、あと1枚ずつ。カードを出していきます。ほう。過去に子供のカードと庭のカード。そして今。リングと棺桶。そしてハートと怒り。ね、ここ怒りが2枚出ています。そして、怒りと気。はい、卑弥呼側。女性だったのかな、やっぱり。周り。グローバーとボックス。そして、まあね、結果なんですけれども。はい。お待たせしました。そうね。結論からするとですね。まあ、昔、教科書で習った卑弥呼っていう存在は、ね、いたかどうかっていうと、今回いたと出ました。いたと出て、そして、非常に女性で、優しい人だったし、こう、フレンドリーだったし、すごく、こう、人の悩みを例えば、こう、聞いてくれたりとか、誠実だったりとか、すごくこう、信頼できる人。で、いろいろな、やっぱりこう、霊視的なパワーも持っていたみたいなんですよね。こう、神とつながることができたとか、まあ、ハイヤーセルフとつながることができたとか、そういう特殊な能力とか、霊感とか、
そういうのを持ってた人です。で、とてもこう、崇められていたというか、すごく尊敬されていたし、ものすごくこう、人気というか、そういうものもすごくすごくあったような人というふうに出ています。こう、人物的には、なんか今の、まあ、ちょっと占い師といえば占い師なんだけれども、その中でも格段にこう霊的能力が強い人、そういう、こう感じの人なのかなっていう、ものを感じました。そして、まあ、周りの、まあ、人たちっていうのは、まあ、なかなかこうそう簡単に姿はこう見れないんだけれども、この例えば地をすごく守ってくれているとか、幸運を呼んでくれるとか、お祓いをしてくれるとか、そういうこうありがたい感じっていうのは昔の方も持ってたみたいです。そしてこう半分、疑心暗鬼というか、本当にいるのかなみたいな感じのものはあったんだけれども、でも例えばなんだけれども、こう誕生日にはお祝いをしたりとか、例えばお参りをしたりとか、そういう、非常にこうまやかし的なものっていうのはあったかもしれないけれども、でもそれでも皆さんにとって幸運の女神みたいな、そういう位置づけでいたのかなっていうふうにも見えています。で、あと、まあ結果のところに、ここに船とキーというカードが出てるので、もしかしたら外国から来たのかもしれない。外国に行ったのかな？外国から来たのかな？なんかすごく、なんかアドバイスに怒りでしょう。やっぱ怒りっていうと海の近く。で、ここにも怒りが出ているので、なんか海の近く？に行った。外国から来て海の近くに住んだとか。そういう可能性もあるのかもしれないです。なので、どれくらいこれは昔になるんだ？なんかね、こう、まあ昔、まあどこでも文明が発達してる、した時だから、まあやっぱり、どこの説があるんですかね。まあやっぱりこう、なんかね、長崎とか神戸とか、なのかね、また、でも日本自体が全部島国だから、可能性はね、すごくすごくあると思うんですよね。もちろんどこでもね。どこでもあるんだけれども、こう、外国から来た死者というか、なんかそういう人っていう感じがしました。で、実在したかどうかっていうと、まあ実在した。そしてとても女性ですごく、いい人か悪い人かって言ったら、とてもいい人。で、水辺の近くとか海の近くとか、森とかじゃなくって、海、港、そういうところの近くにいたっていう感じが、今回は見えたような気がします。で、まあ、過去が庭と子供が出てるので、このね、庭と子供をどう見るか。日本で生まれてないのかな。庭。もしかしたら、まあ、生まれたのが日本近郊とか、こう、日本のどっかの、こう、ちっちゃい島々とか、そういう可能性もあるような気がします。
なんか、伸び伸び育ったっていう、そういう感じもあります。はい、これが本日のリーディングです。